のベッドシーズン2入ったんやけど2020 月水金は燃えるゴミ、川木道はサウスの動画でおなじみの神妙サウスです。なんかちょっとさっきずっと曲げててさ、回復買いに行こうみたいな、なんかすごい陽気なキャラになってさ急遽録画したんだよね。人生相談、人生の先輩腹立つ、急に腹立つこいつ。人生の先輩としてあんたにアドバイスしとくぜ。あんたはまだ若い、俺みたいにはなるなよ。俺は19だが、お前19かよ。まだえ、動物にしたらもっと上か。俺は19だがもう人生を丸々無駄にしちまった。恋愛相談よく聞きな。俺はあんたを気に入っている。だからためになるアドバイスをしてやるよ。イケてる連中とは絶対に関わるな。やつらと関わっているのは同じくイケてる連中だけ。それ以外は近づくと食い物にされるぜ。例えば路地裏の女の子2人にグラマーバーガーをこっそり届けたとき、俺はウブな少年だったから頼まれて素直にオッケーした。大きな間違いだったよ。何があってん。俺は路地裏へ向かった。あの女の子2人にやって、そんで次に何が起こるか確かめたかったからだ。はあ、ところがそこでうちのボスに見つかっちまった。ボスは何をしているんだい子猫ちゃんと聞いてきた。俺はビビった。ビビって拍子にポケットからハンバーガーが転げ落ちた。恥をかくのは嫌だったから俺は慌ててハンバーガーを拾おうとした。でもかがんだ時にポケットに残ってたハンバーガーの重みでズボンがスルッと脱げて、女の子たちはそれを見て笑った。今じゃみんなからバカパンって呼ばれてるよ。俺のアドバイスを聞いたいのか。そんなテンションに聞きたくないよ。メタトンについて。ホットランドに来たばかりの頃、俺の夢はメタトンと仕事をすることだった。ま、願い事をするときはよく考えてしろってことだな。何が問題？そんなのこのホテル見りゃわかるだろ。何もかも問題だらけだ。改善しようとしたってメタトンに速攻で却下される。地上ではそうじゃないってな。よく言うぜ。スパンコールとポンドでできたハンバーガー食ってる人間なんてどこにいんだよ。確かに。他にも問題が？メタトンはどうしても女に人気があるのか俺にはさっぱりわからないね。あんなのただの長方形じゃないか。はあ、でも実は俺昔ネットショップで買ったことあるんだ。その自分をもっと長方形にするキットってやつ。はあ、でも全然聞かなかったけどね。恥ずかしいな。将来について。ああ、将来って何？ここじゃ何も変わりはしないよ。俺は一生このクソみたいな仕事を続けるのさ。でも一つだけ希望はある。アズゴアが一つ魂を手に入れたら俺たちはついに地上に出られるんだ。新天地だよ。そしたらきっとセカンドチャンスが巡ってくるはずさ。俺にもみんなにもな。だからあんたも希望捨てんなよ。俺はさいなんてもあんたのこと覚えててやるからさ。もういいのかい？また来いよ。俺は好きやな、あのキャラ。よし、腕の一本や二本、明日あれば大丈夫、余裕で勝てるぞ。あ、そっか。え、嘘。ああ、もうあれ全部潰さなあかんのか。とりあえず、サンデーマンデー。まだまだ。あ、潰せ。オッケー。アン。やばいの、これ足りるか。なんか食っとくか。勝たなあかん。ショーマスゴーオン。あかん。やばい。ロクもクラウンはでかいぞ、ちょっと。アクションバイオレンス。ここや。うまい。3、2、1アクション。しつこいな。君もそんなに人間を滅ぼしたいの？それともとことん自分を信じてるってこと？あかん。これか。やばい。急なそれはちょっと無理や。ははは、立派だね。残念だけど君が僕がどちらかが倒れることになる。でもどちらが勝つかは君にも分かってるはずだ。さあ、スターの底力を見せてあげよう。やばい。あかん、やばい、これやばい。いや、これ勝てる思ったのに。よし、来た。よし。へえ、君は自分がスターだと思ってるの？君が人間たちを守れるの？やばい。やばい。ほんまにガチでやばい。シャレならんて。
シャレ並んでシャレ並んでよシャレ並んでよシャレ並んでよシャレシャレ早う早う終われやお前お前あよしやばい何もないいや頑張れうこれかこれな得意やおいおいおいおよし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 何あっみて視聴率がすごいことに番組史上最高記録だ。それではここで視聴者からのお電話コーナー、ラッキーなファントムメタトンがお電話でおしゃべり、僕が地上に行く前の最後のチャンスだよ。それでは早速お迎えしましょう。もしもし、お電話ありがとう。番組は今日で最終回です。コメントをどうぞ。あ、もしもし、メタトン。君の番組大好きだったよ。平凡な毎日だけど、テレビで君を見てるとこっちまで楽しくなるんだ。本当に今日で終わっちゃうの？寂しいよ、メタトン。あ、ごめん、喋りすぎちゃった。はあ、あ、待って、ブルッチ、切れちゃいました。ではもう一人お呼びしましょう。メタトンの番組に元気をもらってました。メタトンの出ないテレビなんていらない。僕のメタトン色の心は悲しみのメタトン色に染まっています。みんな、ありがとう。とても嬉しいよ。ねえ、子猫ちゃん。どうやら僕はもう少しここにいた方が良さそうだ。人間にはスターやアイドルがたくさんいるけど、モンスターには僕しかいない。僕がいないと地底の世界光を失ってしまう。誰にも埋められない穴が開いてしまう。だから、地上デビューは延期するよ。それに、思った以上に君は強いって分かったしね。その調子ならアズゴアの城を突破できるかも。君ならきっと人間たちを守れると思うな。ははははは。実際こうなってよかったのさ。実はこの姿だと、エネルギーを大量に消費しちゃうんだ。だからもうすぐ僕のバッテリーは切れる。そしたら僕は、でもいいんだ。僕のことは心配しないで。君ならきっと最高のスターになれるさ。視聴者のみんなもありがとう。今日の主役は、テレビの前の君たちだ。ううう。勝てたー、勝てたー、よかったー。メタドーン。お、めっちゃかっこいいな。このビジュアル。はあ、やっと鍵が開いた。二人とも大丈夫？お前のせいやぞ。嘘。お前のせいやぞ。メタドーン、しっかりして、メタドーン。お前なんや。よかった。バッテリーが切れただけみたい。メタドーン、あなたがいなくなったら私。私？まあ別にどうってことないけどね。強がんな。だってロボットがもし壊れたっていつでも別のを作れるし。なやお前。先に行ってて。よう、メタトンだけに喋りかけたい。お前どけ。バッテリー切れた。ああもう、辛いな、なんか。メタトン好き、なんや。お、お待たせ。じゃあ行こっか。知らん。ついてくんな。もうすぐアズゴア王とご対面だね。なんかちょっとドキドキするね。無理に沈黙を破って話さんでから。これでやっとお家に帰れるね。別にいいよ。気まずい風な雰囲気出してんからいいよ。なんやなんや。待って。なんでもない。元気でねって言いたかっただけ。なんやなんやねん。ダメ。もうこれ以上は無理。なんや。私、嘘つい。人間一人の魂だけじゃバリを抜けられない。お前最低だな。人間一人の魂とはモンスター一人。そうなん？お前もしかして。だからあなたがお家に帰るには、あの人の魂を奪わないといけない。アズゴア王を殺さないといけないの。お前それだけ言って帰るのか。なんだお前。ごめんね。もう、なんだよ、もう、なんか、なんなんだよ、もやもやするわ。すごいもやもやするわ。大丈夫な、これ、私は地上に戻れるのって感じやわな。ふん、代弁した、今。なんかでも、すっきりしいひんな。なんか、アルフィー、ごめんな、ちょっと言いすぎた。着いた。アズゴア王とご対面か。わ、え？
この感じなんかあの最初のトリエルがいた時の感じと似てんな。いやエレベーター多分違う。うわー街並みがなんか灰色の世界やな。なんだかあまりいい雰囲気ではない。上に行こう。アズゴア王ってもしかしてあの花か、フラウィーやったっけ、あいつか。違うよな違うよな。うん、やっぱそうやん。ニューホーム、なんかこれは嫌な予感がする。次回に続く。ご視聴ありがとうございました。